はい、どうもどうも、日暮らしのまずです、帰ってきました、お帰りなさい、今回は旅の目標であるあった、もう出てきちゃった、こいつを、すごい力が強いこいつを入れていきたいと思います。はい、この子ですね。はいはいはい、まあ、こいつは水 100% で大丈夫なんで、この淡水魚水槽にぶっ込みたいと思います。はい、入るかな。はい、入りました。いい感じですね。まあ、いきなり寝床を発見した様子で、100% 水でも大丈夫なそうなんで、まあ魚が食べられちゃうのかもしれないんですけど、まあ、ここはまあ日本淡水弱肉強食水槽ということで、まあ、ちょっとはしょうがないかなって思ってます。まあ、あのハムとかをちゃんと揚げていくんで、多分そこまで食べられる心配はないかなってちょっと思ってるんですけど、まあ、こいつをこの水槽のボスにして飼育したいと思ってます。あんま見えないんですけど、まあとりあえずそんな感じでやっていきたいと思います。まあ餌でもあげてみようかな。見えますかね、モクズガニが葉っぱを葉っぱというかミクロソリウムですよね、これを食べてますね。いやあれ肉食系だと思ってたけど、結構やっぱ葉っぱとかも食べるんですね。そっか、ザリガニも人参とか食べるからそういう感じなんですかね。いや可愛いですね、めっちゃ。あの僕が欲しいちょうどのサイズをゲットできることができたんで、すごく嬉しいですね。いやいい感じだな。あー、ダトニオが。まあ、あの明日にでもハムとかをあげていきたいと思います。あのハムは食べるんで、多分経験上食べると思います。では明日へスキップ。いや食べてますね。まあ、あんまソーセージとかあげると水が汚れちゃうんで、まあたまにあげる感じにすると思うんですけど、見てて面白いですね、カニとかは。やっぱりよいしょ、あれから3日ぐらいが経ちました。脱出対策を全然してなかったので、もう6回ぐらい逃げられたんですけど、まあ熱が下がったので脱出対策をして、もう大丈夫になりましたね。もうあの対策をしてから1回も脱出はされてません。脱走って言った方がいいか。すごいな、すごい勢いで食ってる。俺のだこれは、俺のだって。もうなんかこいつがすごい食べたそうに来てるんですけど、俺のだこれはって可愛いですね、こう見るとちょうどいいサイズでしたね。ああ、すごい邪魔だな、魚たちが。やっぱり結構食べ方が荒いというか汚いんで、あの餌が飛び散るんですよ。それを食べに魚たちが来ますね。で今のところあの結構モクズガニって狩りが下手くそっぽくて、なんか何回か食べようとしてるシーンは見たんですけど、あの一回も成功することができてなかったんで、まあ餌を十分にあげてお腹いっぱいに
しとけば大丈夫かなって思います。どんどん奥に隠れちゃいますね。あ、全然見えなくなっちゃったな。ほらもうすごい、いやもうすごいな、これが自然ですよ。まああいつ違うけども、これが毎晩というか、あ、毎朝水中で起こってるって考えるとすごいですよね。あ、ちなみに、なんだっけ、よしのぼりだっけ、もしっかりと生きています。まあ早く90センチ水素作りたいんですけど、いろいろと予定が狂っちゃったんで、なんか次、熱の次はなんか熱中症になったっぽくて、頭クラクラするんですよね今。アイスとか食べた方がいいのかな。レモンか、レモン。まあよく食べてよく寝れば治ると思うんで。いや、それにしろ本当に頭痛い。まあそんな感じで、結果的にはモクズカには捕まえることができ、無事鹿児島から持って帰ることもできたので、まあこれからモクズガニをボスにしたいと思います。まあ脱走はされないとも思うんで、脱走されてもすぐ分かるんですよねこいつ。もう6回ぐらい脱走されてるんですけど、めっちゃモソモソ言うんですよ、カチャ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 で、なんとなく場所分かってて、もう熱で死んでる時も音だけはしてて、なんとなく分かってて、もう39度で多分手とか熱かったんですけど、それでフラフラになりながら捕まえたりとかもしたんですけど、まあ大丈夫でしたね。いやでも可愛いな、これが最大の旅の目標だったので、ゲットすることができてよかったです。結構食べてますねがっつり。まあちょっと動画遅れちゃって申し訳なかったんですけど、まあ早くポリタブに慣れさせたいと思ってます。で結構他の魚も食べたい食べたいって来てますね。ちゃんと餌あげてますからね僕、餌あげてるのにこの食欲っていう感じで、ちょっとまあ早く90センチ水槽にしたいと思ってます。あとは追い川ですね。ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。ではさようなら。